前回チュートリアルを終えて、いざ本番です。いきなり戦場に放り込まれた感じは否めません。ダブル。この対戦、最大15人対15人の、マルチプレイです。この時は、そんなにいませんが、常に賑わっている感じです。視点が FPS ですが、マウスのホイールで視点を変更できます。この時は、それを知らなかったので最後まで、FPS になります。ダブル。出撃開始。皆のブルーンを祈る。ボボボボってエンジン音が可愛いです。ダブル。マップを把握してないので、どこへ行ったらいいのやら。やはり FPS の方が臨場感あって、良いんだけどな。TPS の方が遠くを、見渡せて有利になるので、仕方なく TPS も併用することになります。先にも言いましたが、この時は視点変更を知らなかったので、不利な FPS で進めることになります。視点と戦車の縮尺が合ってない。ダブル。まあこの辺も、マウスカーソルで変更できます。とりあえず、ジャンボタンクです。ダブル。なんとかギリギリ持った感じです。ファーストコンタクトでやられました。ダブル。まあこんなもんです。やるかやられるかの世界です。え？後ろから。だと、この時からこのマップ、散々やってますが、この通りで後ろに回り込まれるということはまずないです。ダブル。プレイヤーが、少ないので脇が甘いのでしょうね。はい、言い訳です。次回はそこそこ慣れた感じになります。ご視聴ありがとうございました。